ジャータ、ハスキーボイスの小田ちです。そしてチンチンマキマキアナウンサーのアナチンです。お願いします。お願いします。さあ、ということで毎週お昼、はい、毎週お昼です。回ってないやん。ここのさ、中の酸素が薄くなってきてるよ、ね、本当なってきよ。12時の金曜日のお昼の、うんうん、高知の FM のラジオでやっております。あつかまちんちん負け負けでございます。バカが MC しよんこれ。はい、はい、ということで教えてアナチー、出たこのコーナー、もう定番になりましたね。定番中の定番。これはもうファンがものすごい喜んでますから。賢い賢いアナチンがですね、何でも教えてくれるというこのコーナーなんですけれども、はいはい、教えてアナチン、ラジオネーム、うん、ライオさんからいただきます。ライオ、最近のエアコンの設定温度を教えてください。あー、聞きたい。教えてほしいわ。本日が、ね、まだ1月下旬に入りますか、中旬ですか。そうですね、中旬ぐらいですね。まあ、下旬。アナチンはね、なんとエアコン使いません。素晴らしい。あっち派、あのストーブ派、ストーブってか、あ、電気ストーブ。エアコンはあの上か下かしか冷えないでしょ。どっち上か、あったかいのが下に行くかな、行く、はいはい、どっちかしか冷え、あったかくならんろ、うん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 、焼き、もうストーブの前に直座り。あー、なるほどね。エアコンね、使わないんですよ。いや、超寒がりなんだ。寒がりよ、もう末端冷え性でね、はいはい、あのインディバって分かります、分かる人おるかな、うんうん、温めるの、うん、あの足とか、うん、なんだ行くんですけど、うん、月に2回行ってるんですけど、すごいね。あのお客さんの中で一番の冷え性って言われよって、去年もうガチガチ。冷えるあれは どういう、ね、私足がすごい冷えるんですよ、うん、末端でね。したらあの筋肉がないと、うん、ポンプの動きがないから、うん、その血が回らんと、はい、駅もっと筋肉をつけないとダメですよって言われて。そうなん、筋肉のあれで、そうそうそう、血が巡らんらしくて、うん、ポンプの動きができないので、あれだ、ルフィのギアセカンドみたいな。そうそう、ブーンブーンってなる。あれだから理にかなった。そうそうそう、あれ血が巡ってる多分。なるほど。そうそうそう。じゃあこれ回答としては、最近のエアコンの設定温度教えてください。うん、ストーブの前にガチ座りで。そうそうそうです、そうです。そうです。それが一番、それが一番。エアコンとか確かに乾燥もするっていうね。そう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 、良くないって聞く気ね。まあでも今のエアコンすごいからね。ああ、そう、そこにいたら、はい、あなたにあったかいの送りますよ、この人がどこにいるか、センサーみたいな聞くね、それね、とかもあるし、だから多分どんどん、でも、でも確かに、うん、やっぱりその見えないあれよりもなんか赤くなってるあれ見るだけでなんか温まるよね。視覚的にね、気のせいかもしれない。サーモグラフィーみたいなやつ。サーモグラフィー、え、あのヒーターのやつね。そう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 、これ今感知センサーの話してる。CM とかでよく出てくる。あれ見てあったかくなるの。ならよ、やばいよ。あの小学校の時さ、あのストーブが教室の真ん中とか置いてなかった。なんかあった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 、まさか沖縄やもんね、うん、暑いか、はいってことね、あってさ、うん、こうなんかこう、ま、分かる、この丸いやつの周りにこうちょっと、うんうん、あるやん、柵みたいな、暑いやつ、うんうん、でもあれ座っても暑いやんか、うん、でこうやってて、ここにあのストーブが出る時で、うん、でダーって誰かが後ろ走ってて、後ろポンって当たってジューってなって、ここにあのしばらくこういうだけの跡が最悪熱ってなって何やろな、でもな、最悪だ。こうなってさしこう立ち上がりたいけどさ、うん、こうなってる、ここも押せんし、あ、パニックでしばらくこうやってそういうね、面白いね、もありましたけれども、皆さん、設定温度はあんまり高めにしないようにしてください、ね、そうよ、乾燥するとね、病気のもと、そうそう、喉とかね悪くなっちゃうから、はい、ということでございました、はいはい、この教えてアナチンのコーナーですね、何でも教えてくれるんで、何なりとコメントしてみてください、はい、金曜の12時から、チンチン負け負け、ぜひとも聞いていただきまして、やってほしいあの企画とか、うん、そういったのもぜひこちらにコメントしていただいて構いませんので、よろしくお願いいたします、はい、チンマケ聞いてください、ありがとうございます、